おはようございます。今日は3月17日です。朝5時の相場解説になりますけども、今日はね、日足と1時間だけを見ていきます。まあ前々からお話してますけども、市場介入ね、日銀の介入でもない限りこれ120円までいっちゃうぞっていうのね、ずいぶん前から言ってますけども、途中ロシアによるウクライナ侵略のファンダメンタルズのね、激しい時期がありましたけども、結局その時期はまあ私の力量を超えていたんで、置いとくとしても2、3週間休んだ後、やっぱりね、テクニカルで見直してみると、まあ買いの方向に行くのは変わってないですよね。ということで継続して買いを続けていたわけなんですけども、先週末からそれがブレイクして、もうすでに今日の値動きで119円もつけましたね。でそっから大きなヒゲをつけて、今118円の中頃にいるわけですけども、まあ今週はずっと買いでいいでしょうね。まあというのが、一回私ね、すべてのポジションを決済したんですけども、ものすごい利益になりましたね、今回ね。いやね、やっぱりね、FX ずっとやってると、毎日やってると、たまにこういう風に、一発で何十万とか一発で何百万っていう日があるんですよ。で、今回は、一発で何百万の時でしたね。で、しかもこれね、120円に向けた長期ポジションも持ってましたんで、そっちも決済したんですよ。いや、本当にすごいな、FX と思いました。もう今年ね、こう言ったら怒られるかもしれませんけども、今年どれだけ値上げがあっても、私は耐え抜きますね、これは。ここまでの収入で。いや、そのぐらいの情報発信私ね、この、まだ3月の半ばですけども、この3ヶ月してきましたからね。FX の相場解説ずっとご覧になってる方。今週、まあ先週の末から、私のね、やってる通りに言ってる通りにエントリーできていなかったとしたら、もう一つ精神力を鍛えていった方がいいかなと思います。これはテクニカルで分かることですからね。テクニカルで買いを続けて数百万、まあロットにもよりますけどもね、まあ1ロットで、スタンダード講座でやってらっしゃる方だったら、今回は何百万、まあ、少なくとも何十万という利益は手にできていたはずです。ということで、一旦私は全部決済しました。それで何もない状態で今日の相場解説をさせていただきますね。はい。じゃあ画面を切り替えます。日足です。はい。日足なんですけども、一時的にですけども、119円を突破して、そっからね、利確が進んで、その一部が私ですけども、私のポジションも、十数ポジション決済しましたんでね、で、金額も太かったです。いつも買ってる投資家さんとか、テクニカルのトレーダーさんは、今私がお示しているこの丸で、かなりの数決済してますよ。だから、巻き戻しが起こって、今ね、私と同じように何もポジションを持ってない状態でこのチャートを見てるんじゃないかなと思います。まあ含み損を抱えてる方がね、いないとは言いませんけども、今回ね、含み損を抱えてらっしゃる方はちょっと最初からFX を見直した方がいいと思いますね。この状況で売りにかけるっていうのはなかなか考えられないですね。ものすごく大博打を打った逆張りの人かもしれませんね。はい、じゃあ1時間見てみますね。はい、これ1時間なんですけども、一時的にここ、押し目が入ったじゃないですか。まあ押し目っていう風に捉えられたらいいんですけども、全体的の伸びは右肩上がりになったわけですから、ここで下に下がるってことは、何かしかの決済の集団が入ったんですよね。ロスカットではないですね。決済された方がいて、で、大きな現金が必要だったのかもしれませんね。で、その後、まあ揺り戻しが起きて、本来だったらズバッと行くはずなんですけども、ズバッとね。行くはずなんですけども、今回はそうじゃなくって、揺り戻しが起きたところでまたここで力点がもうできてますからね。同じポイントで決済した方がいて、それのせめぎ合いがあったんでしょう。ですんで膠着状態があったんですけども、ここで一気に再ブレイクしましたね。で119円を突破した時に、119円をつけたら私はね、とりあえず全部決済しようと思ったんで全部決済しました。そしたら同じように考えた人がやっぱりね、多かったんでしょうね。私と同じポジションでこれだけの人が決済するわけですよ。これだけの玉が決済されて、法定通貨が変わってるわけですよね。現金に。うん。で、後追いでちょっとだけ売りが入ったんで、ここに来てますけども。ただ今回もね、もう一回下がるとしたらここまでですよ。ここまで。ここに入ったら、118の285とか300とか入ったら、またね、でかい買いポジションを入れる人が多数出ると思いますので、ズバーンと突き抜けるような気がします。そういうところを、この木金で見ていくとして、最後の玉をね、
今週の玉をちょっと貯めていこうかなと思いますけども、エントリーポイントはね、118円のあれじゃないですか、600とか700とかじゃないですかね。あの辺で買いポジションを立てれば来週には120円で決済ができるんじゃないかなと思いますね。はい、ということでね、ここまでの相場解説は全部正解でございました。やっぱりファンダメンタルの強い時に宣言してずっと行かないという、しばらく行かないよと、少なくとも1週間2週は行かないよっていう、あの期間は大正解でした。で、ファンダメンタルと積み重なっていくと、それがそのままテクニカルに生きてくる。で、テクニカルの使う、応用できる割合が増えていって、最初はファンダメンタルズが9でテクニカルが1だったんで、とどめじゃないけど私に手が出せませんでしたけども、だんだんテクニカル、ファンダメンタルズも積み重なっていくと、それ自体がテクニカルの材料になってくるんですよね。で、そのために私の力量でしたら、2週間半ぐらいかかったんですけども、2週間過ぎた後に、テクニカル、失礼しました。テクニカルとして、買いのポジションを入れる、そのタイミングが来たんで、買いを続けていった結果、ね、今回、本当にね、まだ3月なのに、もう今年の予算も達成ですよ。だんだんだからね、最初はね、3年前は、年間で1000万円前後、結局は800数十万で最後終わったんですけども、1年かかりました。でもだんだんそれがね、秋には1000万超えるようになってきたり、夏には1000万超えるようになってきたり、今年は、夏が来る前に1000万超えるかもしれないですね。だから FX の1000万プレイヤーっていうのは、だんだんその1000万のポイントが前倒しになっていって、で、年間トータルで2000万とか3000万っていう風に伸びていくんだろうなと思いました。で、私の場合はこれから、もうちょっとね、消極的になっていこうとしているところなんですけども、なんか悪魔の囁きが聞こえてきますね。もっと FX をやれってことなのかもしれませんね。ちょっとその辺は冷静に考えていこうかと思いますけどね。はい。とりあえずは、木、金と、まだね、ポジション入れるんだったら、買いで入れて、120円で決済。この流れを持っていこうと思います。ロスカットライン必ず引いてくださいね。こんな状況でも、もしかしたら、逆撃食らうかもしれないですからね。この一言で、リスクヘッジしてください。それでは、お疲れ様です。